本日は朝倉未来選手が飯田正成選手の今後について言及していたので、そのことについてまとめてみました。どうぞよろしくお願いいたします。先日ブレイキングダウンアワード2023が開催されました。この授賞式にアンポチャンネルのアンポルキやテルクン選手、ジョリー選手が式典に参加しました。アンポルキア選手はご自身の YouTube チャンネルを12月12日に更新しました。動画の内容はブレイキングダウンアワードに出席した時の感想をメンバー3人で語っていました。その中で、俺はファイトクラブの試合後に朝倉未来に興味がなくなってと発言して大炎上したのに、こうやってこの式典に呼んでもらうなんて、朝倉未来はなんて器のでかい人なんやとコメントされていました。そんなアンポチャンネルのメンバーの3人は誰も賞を受賞することができませんでした。アンポチャンネルの3人は誰も受賞されていないことを悲しみ、そして嘆き、なんか都合の良い賞が欲しかったと本音を語り、アンポ選手はベストお笑いトリオ賞とかなかったと、来年はベストお笑いトリオ賞を受賞したいと来年のブレイキングダウンに意気込みを語っていました。そんなアンポルキア選手は大晦日になんと MMA ルールで元 K-1 ファイターの久保優太選手と対戦することが決定しています。現在過去に SNS で舌戦を繰り広げて喧嘩をしていた平本選手とタッグを組んでいます。もともと犬猿の仲であった2人ですが、アンポ選手は平本蓮選手と大晦日に向けて練習に励んでいるそうです。まさかの MMA ルールで対戦を引き受けたアンポ選手は男気を見せた、応援していますなどとネットで称賛されています。話題が変わり、朝倉未来選手はご自身の YouTube チャンネルを12月12日に更新しました。ブレイキングダウンはしご酒という企画の内容でした。コメオ選手、萩原選手が参加していました。女性アシスタント役で、そこにはなんと浅田舞選手が参加していました。浅田選手はブレイキングダウンの大ファンらしく、浅田舞選手はブレイキングダウンは女の子は結構見ていると思います。私は完全に格闘技目線で見ています。オーディションからやってくれるのが面白く、試合を見ないわけにはいかない。目の前で繰り広げられていることが非現実的で真剣に見てしまう。私はブレイキングダウンきっかけで格闘技を見るようになったと思う。特に女の子は見るタイミングと機会もないので、ブレイキングダウンで興味が上がる人は多いと思う。そういう人はものすごく多いと思うと、ブレイキングダウンのことについて熱く語っていました。浅田舞選手は朝倉未来選手のことをみっくんと呼んでいると明かし、浅田家ではみんなみっくんと呼んでいますと暴露し、視聴者を驚かせました。浅田祐介選手は、俺もみっくんと呼ぼうかなと冗談を交え笑いを呼び、アウトサイダー時代からの関係性の深さが垣間見れました。ブレイキングダウンはしご酒の企画の中で、朝倉未来選手は飯田さんのことに触れ、コメと飯田さんは最近スター選手なのにさ、ブレイキングダウン参戦してくれないから、ブレイキングダウンイレブンとかその辺で出てほしいなと思っててと語り、コメオ選手は、いやいや僕は一回休んだだけですよと朝倉未来選手に訴えていました。朝倉未来選手はカメラ目線で、飯田さんはしご酒第2弾で待ってますからと力強く飯田さんにラブコールを送りました。次回のブレイキングダウンはしご酒第2弾に飯田さんが出演する可能性が大きくなってきました。そして飯田選手はブレイキングダウンに参戦はするのでしょうか。あなたは今回のブレイキングダウンはしご酒第1弾を見てどのような感想や意見をお持ちでしょうか。コメント欄で教えてくれると嬉しいです。格闘技業界が大きく揺れ動く中、朝倉未来選手はどのようにこれからの格闘技業界を変えていくのか、関わっていくのか、今後の動向が非常に楽しみですね。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。